こんにちは、アサーヌです。今回は話題の韓国イラストに挑戦したいと思います。韓国イラストとは何ぞやという方に一言で説明すると、ズバリシンプルなおしゃれさですね。線は細く、無駄な線を省いたシンプルだけどどこかおしゃれ感が漂う絶妙なバランスが多くの方に支持されているんですね。という私の長い前置きはここまでにして、早速描いてみましょう。使用するペンはいつもお世話になっているユニボール1の 0.38mm。 一つ目はシンプルなお花です。中心から花びらを扇形状に描いていきます。そして縦長の S 字の茎と葉を2枚つけたら完成です。2つ目は一筆書きチューリップ。口頭で説明が難しいので動画速度を落としてみると少しその構造が分かりやすくなるかと思います。3つ目はドライフラワー3種類。まずリボンと茎を描きます。そして玉ねぎの皮のような感じで曲線を描いたら完成です。2つ目も同じようにリボンと茎を描いて、今度はアジサイを意識した丸っこい感じの花を描いてみました。最後は同じようにリボンと茎を描いて丸、点々、丸というようなシンプルな感じで完成です。4つ目はバラの花束。さっきと同様にリボンと茎を描いてぐるっと渦を巻いて一筆でバラを描き切ります。これをたくさん描けばあっという間にバラの花束の完成です。5つ目は上からコーヒーが注がれているイメージで渦巻きを描いてカップとお皿を描けば完成です。6つ目は豆電球です。明かりがハートになっているのがポイントですね。7つ目は目玉焼き風のお花。シンプルですごく可愛いですよね。8つ目は吹き出しです。くるっとさせるのがポイントですね。次は拡張器からのラブコールです。メッセージカードとかに使いやすいかなと思います。10個目はトランプのハートのエースです。角を丸っこくさせるのがポイントです。ここからは少し難易度が上がりますよ。11個目はキュンですで有名な指ハートを描いていきます。指を描くのは私も苦手なのでコツというコツはないんですけれども、言えることは繰り返し何度も描いてみることですかね。最後の12個目は自撮りの女の子です。花と目をキュッと近づけるとそれっぽくなりますよ。顔の真下にスマホを描いて、そのスマホを持つ手を描いて、最後に横向きの肩を描けば完成です。おまけとして小さな正方形の画用紙に先ほどのイラストを描いてステッカー風にしてみました。色はダイソーのイラストペンを使用しており、韓国っぽく少し淡いパステルカラーな感じで塗ってみました。さらにこれらをスマホケースに入れるとオリジナルのデザインに仕上がりますよ。またシールなどを組み合わせたりしても良さそうですかね。韓国風イラストはシンプルでとても描きやすいので、手書きのカードや手帳の他にもスマートフォンで写真の手書きデコレーションとして活用しても良さそうですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アサーヌでした。